ニュースでよく取り上げられるチベット問題。そこではダライラマ14世という名前もよく登場します。しかし、彼がなんとなく偉い人だろうということは分かっても、実際どんなことをしているのかは分からないという方も多いのではないでしょうか。チベット仏教は600万人もの信者を抱え、世界中で注目されていますが、日本の仏教とは違うところもたくさんあります。それは一体なぜなのでしょうか。そこで今回の動画では、そもそもチベットとはどんな国で、チベット仏教はどのようなものか、そしてダライラマとは何者なのかまでわかりやすく解説します。最後までご覧になっていただければ、ニュースの内容や世界情勢まで理解できるようになり、あなたの教養が深まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。チベットはアジア大陸のほぼ中央に位置し、中国、インド、ネパールなどに接している地域です。ほとんどの土地が標高4500メートル超えのチベット高原で占められていて、世界で最も標高の高い場所にあります。また、アジアの大河川、インダス川、メコン川、黄河、長江はチベットから始まっているため、アジアの水源とも表現されます。そして、この地で信仰されている宗教こそがチベット仏教なんです。その名前の通り、チベットで信仰されている仏教は、7世紀頃に国を統一した王様によって保護され発展してきました。元になったのは、インドの密教です。密教とは、仏教内にある一つの考え方で、文字では理解することのできない内容を口伝えのみで伝えていく秘密の教えのことです。それと同時に、密教と反対に位置する謙教という考え方もチベットに入ってきます。こちらは文書などの文字でも広められる教えのことです。そしてさらに、日本や中国でも主流になっている大衆的な仏教や、チベットにもともと存在していた梵教なども織り込まれていきます。梵教は自然界のすべてのものに霊が宿ると考えるアニミズムや呪術的な側面が強い宗教のことです。密教は口伝えでしか教えを伝えないという特徴があるので、インドから少し離れた中国には伝達されにくく、後に衰退していきました。しかし、チベットはヒマラヤ山脈を挟んでインドと隣り合わせのため、密教を正確に伝えていくことができたので発展し続けました。こういった背景があり、世界で密教の信仰が続いてきたのはチベットと、後に日本に伝わる真言宗や天台宗など日本の密教のみとなりました。このチベット仏教は、大きく分けて4つの宗派が存在していますが、いずれも密教と謙教を用いながら、お互いに影響し合いながら発展してきました。そのため、各宗派の信仰をめぐって争うほどの大きな差はないと言われています。信仰のシンボルとして、恐ろしい顔をしたヘイルカの仏像や、男性の仏が女性と性的に合体した姿を表すヤブユムなどが特徴的です。それに加えて、日本でも知られるような一般的な菩薩や如来も崇められ、仏への信仰も続いています。他にも、女神が盛んに信仰されることも特徴です。これは、子供を産む女性の性の力を敬っていることが理由です。では、このような特徴を持つチベット仏教では、具体的にどんな教えを説いているのでしょうか。例えば、仏の教えを実践すること。憐れみの心を持つことなどが重要とされていて、こうした教えは他の仏教とあまり変わりありません。そもそも仏教の最終的な目的は悟りを開くことです。これはチベット仏教でも変わりないのですが、そこに近づく方法として特徴的な修行があります。できるだけ早くその境地に達するまでの特別な修行、それが無常ユガタントラです。これはインドの後期密教の流れを組んでいて、いわば密教最強の修行方法といった感じです。では、無常ユガタントラではどんなことをするのでしょうか。その修行方法の一つに、性的ヨーガというものがあります。これは何かというと、簡単に言えば性行為をするということです。
これを聞くと少し危ない宗教に思えますが、性的ヨーガはしっかりとした理由を持って誕生しました。起源は仏教の本場インドです。もともとインドの仏教にも性の力を特別なものとみなす信仰がありました。ただし、それは性行為の推進というわけではなく、女性の持つ母なる力に対する男性の憧れや敬意を表したものです。子供を産むという神秘的な能力を持つ女性と交わることで、男性は中性的で絶対的な存在に近づけるのではと考えられていたのです。当初は性的ヨーガはあまり大々的には打ち出されてきませんでした。しかし、ある転機が訪れます。インド哲学をベースに誕生したヒンドゥー教が徐々に力をつけてきたことです。ヒンドゥー教には親しみやすい神様が登場したり、仏教ほど難解な教えがありませんでした。その上、その一派では性行為により神様と一体化でき、解脱することができる。つまり、この世の苦しみから解放されるのだと説きました。庶民にはこうした分かりやすい教えが受け、ヒンドゥー教はインドで大人気になります。仏教側はこれに焦り対抗します。そこでインパクトのある性的ヨーガを押し出して仏教を広めようとしたというわけなんです。ただ、性的ヨーガは仏教初期の戒律と矛盾するという大きな問題があります。本来、出家した僧侶は女性との性的な関わりを断つ必要があります。ですが、チベットでは密教こそが最上の教えと信じられていたため、僧侶や信者の性行為はしばしば行われていたのです。一方で、これは修行ではなく僧侶の性欲処理なのではないかと世間から疑いの目を向けられることも多くなってきました。こうした状況を危険視して、チベットではある改革者が現れます。それが後にダライラマをトップとするゲルグ派の始祖ツォンカパです。ツォンカパは宗教の決まりを厳しくし、倫理性の強い仏教本来の姿に戻そうとします。そこで文字などで広く教えを伝える謙虚を学んだ者のみが密教の口伝えの教えを受けることができるというシステムにします。密教の教えは神秘的なものが多く、その上、口伝えだったため、その分曖昧な表現も多くありました。そこで、謙虚という倫理的に文章化されたものを取り入れることで、仏教の教えを正しく理解させようとしたのです。そのため、現在のチベット仏教は、謙虚と密教の両方を学ぶ宗教となっています。現在では、ツォンカパの始めたゲルグ派は最大の宗派となっていて、チベット仏教全体を見ても、密教的な修行よりも仏教の学問的な面が重視されるようになりました。ツォンカパは性的ヨーガについても踏み込みます。女性の持つ母の力を認めつつも、その実践である性行為は事実上禁止して、性に関しては心の中で深く思うことのみを許すにとどめました。そうして彼の始めたゲルグ派は厳しい決まり事や出家をして生涯独身を貫くなどの清純なイメージでチベット人の支持を得ていきます。その後、他のチベット仏教の三宗派もこれに倣った改革が始まります。そうして現在では出家僧たちの中では性的ヨーガは観念上の教義、つまり頭の中で考えることは OK という立ち位置になりました。性に関して直接そのものではなく、その背景にある理念や哲学は理解するべきだと考えられているのです。ここまでチベット仏教について解説してきましたが、そのチベット仏教で最も有名な存在がダライ・ラマです。ではいよいよダライ・ラマがどのような人物なのかを見ていきます。ダライ・ラマとはこれまで説明してきたチベット仏教ゲルグ派の法王の呼び名です。海を意味するモンゴル語ダライと死を表すチベット語、ラマを合わせたもので、あくまで尊称なので名前ではありません。チベット仏教のゲルグ派以外の宗派にもそのリーダーは存在しますが、ダライ・ラマは特別にチベットとチベットのすべての人民を象徴する地位にあります。彼は苦しむ人々を救うと言われている観音菩薩の生まれ変わりで人々を導くために
輪廻転生を繰り返していると信じられています。ただしツォンカパの改革によって妻を持つことが禁じられているため、ダライラマの地位には血統がありません。そのため前ダライラマの死後にその魂が入ったとされる人を後継者に決定する制度が取られているのです。ゲルグ派ナンバー2のパンチェンラマも同じ方法で選ばれ、どちらかが亡くなった際にはもう一方が次の後継者を選ぶことになっています。ダライラマや高位の僧侶の予言に基づいた後継者の特徴が発表されると、僧侶たちがその特徴に合った人物を探し出して後継者教育を受けさせます。この時選ばれるのは幼児や少年です。年端もいかない少年がいきなりあなたが次のダライラマですなんて言われるんです。元法王であるダライラマ14世もこうしたやり方で選ばれた人物です。彼は現在86歳ですが、4歳の時にダライラマと認定され、5歳で即位したため80年以上もその地位にいるということになります。ごく普通の農家の九男として生まれた彼が3歳になるかならないかの頃、ダライラマ13世の後継者探しが始まりました。チベット政府から派遣された捜索隊が様々なお告げをもとに探し回ります。このお告げとは、チベットにある聖なる湖ラモイラツォの水面に映る未来の状況のことです。ラモイラツォには大昔からチベットの守り神が宿るとされていて、チベット人は湖を通して神様からのお告げを得るのです。例えば先代ダライラマ13世の遺体が安置中に頭の向きを北東に変えたことや、有力な僧侶が湖にいくつかのチベット文字が映ったのを見たこと、青色と金色の屋根の3階建ての僧院と、そこから1本の道が丘に続いているところ、そして小さな家が映ったことを頼りにして、捜索隊はダライラマ14世となる少年と出会います。この少年は先代のダライラマの遺品とそっくりの偽物を並べられても次々と正しい方を手に取っていきました。その他にも様々な部分で先代の記憶を持っているように振る舞い、その後いくつかの手続きを得ることで後継者だと認定されるのです。こうしてダライラマ14世はチベットで君主の座に着きました。しかしチベットは現在独立しておらず、チベット自治区と言いながらも中国から強い支配を受けています。なぜならチベットの地下には豊富な天然資源が存在していて、中国政府はこれを手放そうとしないからです。中国軍によるチベット制圧を前に、1959年ダライラマ14世はインドに亡命しました。亡命生活を続ける彼はインドに設置された通称チベット亡命政府で現在も国家元首を務めています。ただ中国の影響もあり、長年にわたって続いてきた後継者選びに陰りが見え始めています。ダライラマ14世が認定したパンチェンラマ11世を中国政府は認めずに、中国が独自に選んだ後継者をパンチェンラマに即位させたのです。一方でダライラマ15世に認定されていた少年も失踪してしまいました。これも中国政府の影響が大きいとされています。中国政府はそのチベット仏教の最高指導者をも自分たちで決めることで影響力を強め、チベットを完全に支配しようと考えているのです。しかしダライラマ14世も負けてはいません。法的には統治する領土を持たない立場でありながら、世界中に散らばるチベット民族の政治的宗教的な指導者という立場が世界から注目されているのです。欧米でもチベット仏教に関心のある著名人たちから支援を得ていて、1989年にノーベル平和賞を受賞したことで、その国際的影響力は増しています。ダライラマ14世がチベットの独立を訴え続けることで、近年では人権問題がより注目を集めるようになりました。中国と敵対する国はその姿勢をより強めています。そんな中で僕たちは何が正しいと判断するのかということが問われているというわけなんです。今回はダライラマとは何者か、チベット仏教はどんな宗教かについてお話ししました。チベットの人たちは制圧され、
民族的なアイデンティティが失われつつありますが、ダライラマ14世は彼らの心の支えとして、高齢でありながらも亡命生活を続け、チベット民族のための活動と発信を続けています。宗教の重大さについて、日本人はあまり共感できないかもしれませんが、宗教は世界の大多数の人たちが心の拠り所とし、アイデンティティにもなっているものです。グローバル社会を生きる僕たちにとって、今後ますます距離の近くなる人たちが、一体どのようなことを大切にしながら生きているかを学ぶことは非常に重要だと僕は思います。これからもそういったことを学びたいと感じていただけたら、チャンネル登録とベルマークの通知をオンにして次回の動画をお待ちください。さて、最後にお知らせです。大人の学び直し TV のインスタグラムが始まりました。わかりやすい図解イラストで大人の学び直し TV の内容を手軽に予習復習することができます。動画の見れない環境でもサクッと学び直しできるので、ぜひフォローしてくださいね。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今回の動画が少しでも役に立ったと感じたら、チャンネル登録をお願いします。また、お互いの学びを深めるためにも、あなたの意見をぜひコメント欄に残してくださいね。最後の最後までご視聴くださいましてありがとうございます。また他の動画でお待ちしております。